北海道マナル市では2名の新成人が新たな門出を迎えました。新成人になって頑張りたいことはありますか？ないです。今までの武勇伝を聞かせてください。はい、50人って俺一人で喧嘩して、まあ余裕で勝ちましたよね。まあ喧嘩上等なんで、誰でもかかってきて。うわぁ、はい、お前喧嘩弱いだろ。はい、あんま調子乗ってんじゃねえんだよ。はい、はい、マンジー。新成人になって頑張りたいことはありますか？はい、社会に貢献できるように頑張ります。あとは親孝行とかしてみたいですね。あと、うん、街に…おらおら、どけどけ、あぶない、おら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 。そうですね、彼氏が欲しいです。やっぱり…うるせえ、うるせえ。何よ、こう見えてもモテるのよ、私だって。気持ち悪いんだよ、お前。うるせえ、サバンナブス。すいません、新成人になって頑張りたいことは何ですか？おっと、なんか女性が走ってきました。すいません。はい、はい。どうされたんですか？いや、今日成人式って私知らなくて、服とか全部忘れて今ちょっと急いでるんです。あ、急いでくださいね、はい、始まってますから。お願いします。新成人の皆さん、本日は誠におめでとうございます。大人になっても夢を持ち、たまには地元にも帰ってきてください。うるせえ、この野郎。お前らもやるから。うわぁ、うわぁ、うわぁ、バーカーバーカーしたー。楽しい歌、楽しい歌。はい、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 本日無事成人を迎えることができました。ありがとうございます。社会人になっても頑張ります。ああやって車の中で着替えてメイクして撮影してます。寒いです。うわ、あ、やば。寒い。めっちゃ寒いんだけど。撮るよ。サンバー。